ダネル MGL は南アフリカのアームスー社が開発した回転式チャンバーを持ち、連発が可能なグレネードランチャー。アームスコー MGL、ミルコー MGL とも呼ばれる。ダネル MGL はイギリスのエクスカリバーマーク2と同じ回転式弾層を持つグレネードランチャーである。イギリスのマーク2は暴動鎮圧用に開発されたので、 被殺傷のグレネード弾を使用するが、それに対して、この MGL は軍用に開発されており、NATO で使用されている4 0 x 4 6ト、mm、ルグレネード弾を使用するため、殺傷力を持つ。ダブルアクションであるため、引き金を引くたびに、グレネードが発射される。弾装の中央部に設置されている軸を前方に引き、フレームの上部を軸にして、上にスイングさせると弾倉及び、 バレルを開くことが可能。弾層上部には大きく行革をつけられる小型工学サイトが装備されている。平均400メートルほどの射程を誇る、対人榴弾、対戦車榴弾、警察で使用する被殺傷のゴム弾、催涙弾、発煙弾などが製造されている。南アフリカ軍及び警察がタイゲリラ用に正式採用している他にも数カ国に輸出され使用されている。 MGL はクロアチアで RGB-6 の名で正式採用されており、最近は改良型の MGL-140 がアメリカ軍に正式採用されている。MGL-140 は断層の長さが若干だが延長され、M4 カービンのストックに似たスライド式のストックやピカティニーレールを装備している。重量は6000グラムに増加。 全長は 661mm、787mm に延長されている。ダネル MGL の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。アイアンマンにハマーインダストリーズの社長であるジャスティン・ハーマーがアメリカ空軍へ武器の売り込みをしようとする際、MGL-140 を FNF2000 などと共に紹介する。インセプション・イームスが使用する。 エクスペンダブルズにエクスペンダブルズの一員であるガンナーヤン船ンが MGL-140 を空港での銃撃戦時などで使用する。エンド・オブ・キングダム・セント・ポール大聖堂の銃撃戦で救急隊員に変装したテロリストが使用。警護車両2台と大聖堂の扉を破壊する。最終的には主人公マイクが手を射殺し、無力化される。All you need is kill. アメリカ統合防衛軍の基地内に置かれてある、ケージナッシュブリッジス、ターミネーター、ニューフェイト T-800 が使用。トランスフォーマーディセプティコンたちの走行に、アップズ弾が有効であることが判明したため、終盤の対ディセプティコン戦において、アメリカ陸軍のウィリアム・レノックス隊員たちが、アップズ弾を装填した MGL-140 をメインウェポンとして使用する。 トランスフォーマー、リベンジ隊、ディセプティコン特殊部隊ネストの隊員が使用。トランスフォーマー、ダークサイドムーンネストの隊員が使用。トランスフォーマー、最後の基地を対トランスフォーマー部隊、TRF、アメリカ陸軍兵士が使用。パトリオットで HRT の隊員が使用。爆弾テロの犯人、ジョハルツァルナイフが逃げ隠れたボートに向け、先行弾による威嚇射撃を行う。 マンオブスティール C-17 の上院が襲撃してきたクリプトン星人に対して使用。アルドノアゼロ第3話にて、ニーロケラスの浮遊型外部カメラの視界を遮るべく、主人公たちが円幕を張るために、MGL-140 を使用する。カラスマ学園、ガンスモーキーズ、シティハンター、新宿プライベートアイズ劇中の決戦パートで、ミキが使用。劇中では、 通常の榴弾の他にスマートフォンと接続した観測用カメラ弾を使用している。ブラックラグーン、メイド、グラシ、ルパン三世秘訣の刻印永遠のマーメイド、ミネ・フジコが表出艇の武器庫にあった MGL-140 をダッシュして使用する。ルパン三世、パート5第23話において、五層部隊との戦闘の際に次元大介が使用。ワイルダネス、 ワールドトリガーメテオラを発射するガンナー用トリガーとして影浦隊の北天隊員が使用ソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンライン主人公の親友深次郎が使用仮想空間ゆえの超筋力で両手に二丁を持ちで運用する話が進むにつれスモーク弾頭やプラズマ弾頭なども使用するピノキオ吸収特殊部隊サイレントコアのドモン公平と 大城正彦が使用する007慰めの報酬アルマに独立拡張パックオペレーションアロヘッドに登場ファークラインに武器屋で購入可能実物と異なり相談数が4発耐久度があり使用し続けるとジャムを起こしたり暴発したりするジャストコーズマコハンマーヘッドの名称で登場するキリングフロア同ゲーム内の店舗にて 約2500ポンドで購入可能。着弾時の噴煙とリロード時間の長さに目をつぶれば、強力な武器である。オペレーションフラッシュポイント、ドラゴンライジング、アメリカ海兵隊陣営で、使用可能なグレネードランチャーとして登場する。ウォーロックガラッチャ。などで登場。スコープを使用する場面は少ない。アンチャーケットシリーズ UC、UC2、UC3、M32 という名称で登場する。 M79 グレネードランチャーとは異なり、リボルバー式のため連続射撃が可能であるほか、射程が短くなり、放物線を描いて飛ぶようになっている。ガンサバイバー4バイオハザードヒーローズネバーダイ、グランドセフトオート V、グレネードランチャーという名称で登場。実物同様外見の弾層の数は6発分しかないにもかかわらず、相談数は10発となっている。ゴーストリコン。 コールオブデューティシリーズ、c o d ボーにキャンペーン及びマルチプレイのキルストリークに、ウォーマシーンという名前で登場する。c o d ボーさん、ウォーマシーンの名称で近代化改修を施したものが、登場する。COD-G-MK32 の名称で登場する。COD-O-MDL の名称で登場する。ソードアート、オンラインフェイタルバレット、 GL6 の名称で登場。リボルバー弾装部が六角形にアレンジされている。榴弾タイプをフカジロー、ジ次郎、焼夷弾タイプを、エギルが使用する。大乱闘スマッシュブラザーズ X スネークが、最後の切り札で使用。スペアを使用して12発発砲可能だが、打ち切らないうちに制限時間に達すると、終了してしまう。バイオハザード5、バトルフィールドシリーズ、BF2。 BF4 特定のマップに配置されており、名称が M32MGL になっている。マーセナリーズにワールドインフレームス、グレネードランチャーという名称で登場する。ユニバーサル石油の傭兵部隊が使用する。魔女、娘アラモード2光と闇のエトランゼ、メタルギアシリーズ、MGS にクロアチア軍使用である、RGB-6 が登場。m g s 四アメリカ軍使用である、 MGL-140 が登場。ボス的であるレイジングレイ霊ンは攻撃に使用。レイブンに勝利すると戦利品として使用することが可能となる。地球最後の日。ありがとうございます。